IoT の発展によってあらゆるものがつながる近未来、私たちが暮らす建築はどのように変わるでしょうか。私たち竹中工務店は、暮らしを優しく見守る未来の建築を EQ ハウスで実現しました。呼吸する屋根や壁、人に寄り添い成長する空間、高度な情報技術は人と建築、情報、自然、モビリティをつなぎ、暮らしを豊かにしてくれることでしょう。EQハウスでは、家の中にモビリティが入り込み、リビングと交差します。中心にある透明なインターフェースには情報が浮かび上がり、手の動きや声で環境をコントロールすることができます。さらにその空間を超光フィルムが包み、自然採光を制御するとともにプライバシーを守ります。その空間全体をパネルが包み、トップライトが設けられ、家の中と外をつなぎます。従来の建築のイメージを超えて、自然の一部のようにも見え、さらに生命が宿っているように感じられるでしょう。近未来の建築を追求する EQ ハウスでは、最適な建築空間を作り出すために2つの革新的な技術を採用しています。1つ目は AI を搭載した空間制御システムです。建物中央に設置されたガラスインターフェースには、室内の温度や明るさなどの情報が浮かび上がり、人と家をつなぎます。さらにIoT を活用することで、家と物がつながり、室内やエネルギーの状況を見守りつつ、人に最適なサービスを提供します。この一連のサイクルは、当社の開発したビルコミ、高度な情報技術を駆使したビルコミュニケーションシステムにより実現されています。今回はビルコミに新たに AI を搭載することで、 EQ ハウスが学び成長することを可能にしました。照明や空調などの室内環境を整える設備システムが、人とのコミュニケーションを通じて個々の好みや快適性を学び、さらにカスタマイズされた空間を提供します。もう一つは革新的な建設プロセスであるデジタルデザインビルドです。 EQ ハウスの外観には1200枚に及ぶパネルが使われており、シルエットがとても印象的です。外装パネルのデザインは、プログラムによって形態を生成するコンピテーショナルデザインを採用しています。1年365日の日照パターン全てを条件としたシミュレーション結果に基づいて、最適な形状と配置を決定しました。パネルに開いた穴から室内に入る木漏れ日のように美しい光と自然の風を感じることで、心地よい空間を生み出しています。またこのデジタルデータは施工の効率化を実現しています。一枚一枚のパネルのデジタル情報を活用し、工場でレーザーカッターにより自動的にさまざまなパターンのパネルを切り出します。各パネルは個別の ID で管理され、現地での組み立てや検査では、スマートグラスなどのウェアラブルデバイスを通してタイムリーに設置場所などの必要な情報を提供し、現地での作業を支援しています。これら一連のデジタルデザインビルドの取り組みにより、近未来の建設プロセスの革新が始まっていると言えるのです。世
献身的な取り組みによって生まれた EQ ハウスは、これからも成長し続けながら、モビリティとリビングのこれまでにない関わり合いや新しいライフスタイルを発信していきます。